固まってて中身も硬いという。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅にあった理想のキャンピングカーが欲しい、そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。キッチンの天板なんですけど、これねシンクとかつけちゃったらちょっと外すのが面倒だしね、車検の時水入れていかないといけないんでシミとかついちゃうんで、キッチンの台だけねさっき塗っちゃおうと思います。後からねどうせ変更点が出てくると思うんで、それを直す時に塗ってから組み立てていこうと思ったんですが、ここだけはねちょっと外すの面倒なんで塗りたいと思います。そういうとこ他にもちょっとねあるんで塗ってから組んだ方がいいのかなと思っております。ここにね板入れといて、でこっちのね面取りをしていこうと思います。はい、角丸くなりました。ちょっと裏っ側やね、よいしょ。はい、角が全部ね綺麗になりました。そしたらちょっと磨いときましょうか。裏から塗りましょうかね。サンディングシーラー、これね木の表面を研磨しやすくてツルツルになるやつです。一応ね中も全部塗っときますか。あ、防水も兼ねて。サンダーをかけていきましょうか。最初から400でいっていけるかな。はい、そしたらサンディングシーラー2回目塗ります。2回目はねそんなにね吸い込まないんで、ウレタンニス。とりあえずニス塗りました。ちょっとまだらになったんでね、一回サンダーはかけるんですけど綺麗になるかな。はい、これは置いといてですね、こっちこいつをですね塗っていきたいんですけど、これは何で塗ろうかな。ガンで吹きかけますか。これでガンでうまいこといけるかな。ちょっとやってみましょう。
はい、ニスの方が乾いたら軽く磨いてね、またニスを塗って、また磨いて、またニスを塗って、3回ほど繰り返しました。これね、ニスが塗り終わったんで、とりあえずちょっとザラザラのとこがあったんで、ペーパー掛け、はい、7000番でちょっと磨きました。ちょっとムラがあるかな、まあそれぐらいはよしとしましょうか。いい感じじゃないですか。こんな感じです。ちょっと乾いたやつで、乾いたので拭いてみよう。ん、光沢がない、なもん、光沢を出さなダメかな、ね、水の接続をしていくので、シンクをもうコーキングでつけちゃいます。で、台の上だけね仕上げときます。もうコーキングしたらね外せなくなっちゃうんで、これはニス塗ってからね、皮がニス塗ってからペーパーで磨いて表面仕上げですね。コンパウンドかけてます。こんな感じですね、表面仕上げ。なかなかまあまあ上出来じゃないでしょうかね。これでね、シンクの方を固定します。はい、そしたら水洗をつけてから、これ先か、周りをコーキングしたらいいかな。これとこれ、よいしょ、なかなかパツンパツンで入りづらいですよね、これね。これぐらいで閉まったかな。ちょっと下でもええかな。そしたらここの縁ね、コーキングを打っていきたいと思います。はい、まずはマスキングテープを
テープがなくなっちゃいました。これね、コーキングがね、もうほんまね、かなり固まってて、中身も硬いという。うまいこといけるんかな。あ、これ逆、このひだひだが逆でした。これね、用意しとかんとね。危ねえ危ねえ。はい、綺麗にできましたね。そしたらしばらく乾くまで置いときましょうか。こっちはすんなりいったのに、こっちはなんかすんなりいきませんな。
分の1のなんかちょっと金属のやつをはめてみますか。こんな浅いわけないよな。よいしょ、これでしょ。入るのにな。はい、止まりました。こっちもね、よいしょ。なんかサドルかなんかいうな、これ。これをここに止めとかなあかんな。これ給湯器なんですけど、給湯器の排水の穴がここなんですよ。壁側の限界がこの位置。そしてこっちにも持ってきたくないので、この辺に落としたいんですけど、ちょうどこの真ん前になっちゃうんですよね。排水するってまあどうなんかな。やっぱり寒い時とか排水しておいとかんとあかんから、できればね、つなぎたいんですけどね。あとこっちのね、この排水もあるんで、なかなかむずいっすね。位置がね、平らなところに。今回僕はこの画鏡ポリエチレンパイプ10ミリのものを使ったんですけども、10ミリを使うときは注意が必要らしいんですね。パイプとコネクタを別のメーカーにすると合わない場合があるそうなんです。13ミリの場合はコネクタとパイプとメーカーが違っていてもどのメーカーでも合うそうなんですが、それ以外のサイズですね、10ミリ、16ミリとか20ミリとかあるんですけども、規格が決まっていないのでコネクターとパイプとメーカーが違ったら合わない場合があるそうなんです。幸いね、僕が買ったホームセンターにはこのパイプにはこのコネクターは合いますっていうことが書いてあったので、メーカーは違ったんですけどそれを使っております。これはマルチルームの水栓を取り付けるところになります。
ここはね、さっき作ったパネルをつけて配管を挿しました。水栓はまだつけないので、止水しときました。一応ですね、ここが最適かなと思ってるんですけどね。前回の動画でね、この辺は映ってたと思うんですけども、仕事の合間でね、制作進めてるんで、マルチルームだったらマルチルーム、キッチンだったらキッチンという形でね、同じ場所の作業をまとめてできればいいんですけど、今日は1時間しかないからこの作業をするのは時間的に短すぎるなとかあって、じゃあ今日はこっちにしようとかね、あっちやったりこっちやったりってすることになっちゃうんですよ。そしてね、その撮影した映像をまとめて一本の動画にするんで、動画の中ではね結構前後があったりするんですよね。そして今回はね、前回のタンクの続きから行こうかなと思ったんですけど、今回はね部品がまだ届いてないんですよ。だからね、この部分はね次回以降に持ち越しとなります。車中泊、キャンプ、登山などの動画はアウトドアアクティビティのサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひチャンネル登録してみてくださいね。